ャンピオンカーニバル公式戦 A ブロック、ジェイクリー VS 宮原健人。ジェイクとコインが飛びました。まさに同門対決であります。恵まれた体格、甘いマスク、まさにプロレスラーになるために生まれてきた男、そう言っても過言ではないかもしれない。確実に力をつけてきました。それを披露するのがこの春の祭典です。初戦が三冠ヘビー級王者とは願ったり叶ったり。さあどこまで星を伸ばしていくのか。ジェイク・リーの入場です。史上最年少三冠王者として君臨しています。早くも8回の王座防衛を達成し、トップの V10 も視野に入ってきました。もう一つの板垣は未だ手に入れていません。王者としてこの祭典を制するのは義務です。今年はそれを成し遂げることができるのか。あの天竜源一郎以来の三冠王者としてのこの春の祭典制覇、史上7人目の偉業達成となるか。三冠ヘビー級王者宮原健人の入場です。2008年2月の11日デビュー、9年目の今年2017年、全日本プロレスは創立45周年の記念すべき1年となっています。8月には両国決戦も待っている。この春の祭典王者として制することは果たしてできるのか。それを願っているファンも非常に多いと思います。それがこのケントコールに証明されている。三冠ヘビー級チャンピオン、2017年のその初戦の相手は同門ジェイク・リー、王者宮原健人の入場です。さあ気絶して沸き起こっています。ケントコール、三冠ヘビー級王者、第55代のチャンピオンです。そして帰ってきましたレフリー和田恭平であります。地方に一礼をしております。もう1月2日以来のレフリングになりますね。ですね、はい、新春バトルロイヤルでね、はい、かかと骨折というね、アクシデントがありましたね。やはり長野さん、はい、恭平さんが裁くとまた締まりますね。そうです ね、はい、やはり全日本プロレスという気がしますよね。いやそんな気がしますね、はい、さあジェイク・リーが三冠王者に挑む、その戦いのゴングが今打ち鳴らされました。右赤のロングタイツが三冠ヘビー級王者宮原健人、黒のショートタイツが同門ジェイク・リーであります。まず長野さん、はい、三冠王者としてですね、はい、この春の祭典を制したのは長野さんご紹介があった通り、はい、ジャンボ鶴田、はい、スタンハンセン、はい、三沢光晴、はい、ベイダー、はい、小橋健太、はい、天竜源一郎、はい、たった6人しかいないんですね。そうなんですよね、うん、それから、天竜優勝が2001年ですからね、はい、もうそれから出てないというね、2000年代になってから1人しかいないんですもん。そうですよね、はい、まあそれだけ大変なことなんですね、この春の祭典を制するというのは、まあ、みんなそのチャンピオンをね、狙ってきますし、はい、優勝できなくてもチャンピオンからね、はい、取ってしまえばチャンスは開けるというのもあるんですよね。そうですよね、はい、
ですからある意味変な話ですけど玉砕覚悟でですね、はい、もう一勝でもいいから三冠王者から取ってしまえばという。そうですね、だからそれこそ相撲で言えばね、はい、あのそこでね金星を取ってしまえばみたいな話ですからね、はい、そうですよね、はい、まあそれだけ追われる立場の三冠王者は苦しい戦いを強いられるということになります。さあこのジェイクなんですが、オサムさん昨年は一勝止まり、はい、今年はどうか。ただね、はい、一勝止まりといっても勝ってるのが大森高夫っていうところがこれミソなんですよね、実はね。なるほどね、まあ、確実に力はつけているなと。そうですね、はい、だからあのジェイクが入場してくる時の表情が、はい、なんか闘志ギラギラっていうよりは、なんかウキウキしてるように見えたんですよ。すごいなんか楽しそうに入ってきたんですよね。あ、なるほど。だからあの三冠王者普段はね、はい、タッグ組んでる、その宮原と戦える喜びみたいなのがねこう見えましたよね。あ、なるほどね。変な球威はないんだなっていう気がしました。逆に楽しみでもありますね、おおほうほう、その無駄な力の入っていないというかね。なるほど。あの大沢さん、このジェイクというレスラーはあのリビッターはじはの外れるとですね、はい、とてつもない力を発揮する時がありますよね。そうですね、それがちょっと見たいですね。だからリビッター外すのもいいし、はい、あの外れないで、はい、理性を持って、はい、あのこう試合をコントロールできるっていうのも大事なことなんで。まあそうですね、今日はどんなジェイフが見られるのか。まずは蹴りのラッシュでありました30分1本勝負 A ブロックの公式リーグ戦です。まあでも今はね、同じこうチームにユニットにいますけど、はい、間違いなくね何年か何ヶ月か分かんないですけど、うん、はい、対角線に立つ2人だと思いますよ。ともに28歳なんですね。そうですね、で2人ともまあ89年生まれなんですけども、はい、まあ、厳密に言ってしまえばジェイクの方が先に生まれてるわけですから、ジェイク1月生まれですからね、はい、宮原2月生まれで、ジェイクの方がちょっと生まれたのではお兄さんということになりますからね。そうなんですよね、まあ、キャリアはね違いますけども、はい、そんなこと言ってらんないですから。そうですよね、はい、186センチ102キロが三冠王者の宮原健人、192センチ110キロがジェイクリーであります。そのジェイクの蹴り、一時期は総合のリングにも上がりましたジェイク・リーであります。2年連続2回目の出場チャンピオンカーニバルです。さあジェイクがどう戦ってみせるのか。今のエプロン上での、ね、表情を見ても、はい、いい意味で焦りがないですよね。肩に変な力は入ってないと、ちゃんと客席まで見えてますもんね。なるほどね、ちゃんと声援だってこうやって耳に入ってるわけですからね。そうですね、これはちょっと頼もしい感じがいたします。さあジェイクが突っ込んでいく、ビッグブーツ、長い足を武器に、このビッグブーツはちょっと顔を歪めてしまいました宮原健人であります。もう一発行こうかいとファンに促した。今強兵さんをちょっと見合った、そんな余裕もあるんですね。そうですね、注意されたんでね、はい、冷静沈着と見ていいでしょう。今日のジェイクリーであります。また放り投げた。さあ担ぎ上げて宮原どうする、鉄柵にぶつけた、お返しをしてるんだ。さあここがチャンピオンとしてのお返しであります。宮原健人、ジェイクリー、場外戦の戦い、場外は10カウントであります。 PWF ルールにのっとっています。さあジェイクも今の一発はちょっと効いたか、不意をつかれた感があります。さてここからチャンピオンがどう出るか、三冠ヘビー級王者、うわヘッドバット、ドスンという鈍い音でした。さあおヘッドバット、これ多用しますね長野さん。そうですね、あのジェイクの先制攻撃に、はい、ちょっと宮原ふざけんなよっていう感じかもしれないですね。そうですね、そして鉄柱をこれ支点にいたしまして、側頭部を鉄柱に打ちつけるかのようであります。これは和田恭平、メインレフリーが割って入ります。さあここは厳格なレフリングに定評があります和田恭平であります。中でやれってことなんですよね。そうですね、大事なチャンピオンカーニバル、その歴史、そしてこの威厳、よく分かっているのが和田恭平であります。さあまた場外に来ましたね。ですね、和田恭平は入れと今促しておりました。中に入れた、中でやれと和田恭平、メインレフリーが促している。さあくるりと回転しながら向こう正面だ。
さてここからどうする。ブレンバスターの体勢、投げるか。おっと一旦預けた、コーナーに預けて後頭部に一発、そしてもう一発。さあ飛び込んでドロップキック、これちょっと受け身が取れないような状態でしたもんね。そうですね、ここがチャンピオンとしてのやはり強み、8回の防衛を誇っています宮原健人であります。でもなんかこの宮原のファイトを見てると、はい、変に上目線で戦ってなくて、はい、ジェイクと同じ視線で戦ってると思いますよ ね。 なるほどね。で対するジェイクにしても、はい、チャンピオンの宮原さんの胸借りてますって感じはないですよね。なるほどなるほど、もう同等としてお互いに戦ってる、同じ目線でやっぱり試合してくれないと見てる方もね面白くないですもんね。そうですよね、はい、さあそのチャンピオンが対角線に思い切って振って出る。さあうまくかました、あーっと飛び込んでその勢いのまま鉄柱にぶつかった。これは肩でしょうか、右から。そうですね、はい、肩から突っ込んでしまいました。うまく避けましたジェイク。さあここはですね、これを利用しない手はないと思います。ジェイク・リー自分の勢いのまま突っ込んでいってしまいました。そこにジェイクはいなかった。ここでジェイクコールが沸き起こっています。戦いの聖地、プロレスの殿堂、後楽園ホール。さあどう出るかジェイク、ジェイクが突っ込んでいく、ビッグブーツ。これは強烈な一発だった。そしてミドルキック速射砲であります。どう出るか、さあ得意のサイドスープレックス、ゴールに入りました。ジェイク・リーであります。カウントはどうだ、2カウント。なんか今日のね、はい、そのお客さんのジェイクに対する声援が熱いですよね、それだけなんか何かやってくれるだろうっていうこの期待感というものが大きいんじゃないですかね。あ、そうかもしれませんね。と同時にそれだけ宮原が価値のあるチャンピオンっていうふうにも言えますよね。裏を返せばね、なるほど。飛び込んだ、あーとキッチンシンク DDT、 ジャンプ一戦 DDT であります。さあこれはいい攻撃だ。カウントはどうだ、2カウントであります。さあ引きずり起こしますジェイク・リーであります。ここからどう出るジェイク・リー。昨年は大森高尾から1本取った、そのジェイクの蹴り足を取って、おお上から振り下ろすような一撃、あーっと捕獲。さあこれで絞り上げる、絞り上げるスネークリミックですね、はい、これはあの大きい相手に有効なんですよね、かつてはこれでね、はい、あのアケボノも苦しめましたしね。そうですね、あ、はい、入ってますね、あ決まったか決まったか。さあこれでタンプを狙います。チャンピオン宮原健人であります。スネークリミット完全なる捕獲、キャッチいたしました。さあこれでどうだ、ジェイクの長い足がそのロープを待っているぞ。足を伸ばせば届く位置、ゆっくりと足を伸ばしてジェイク・リーであります。ロープがようこそと迎え入れた。今のはちょっと効きましたねこれね。そうですね、さあ狙いを定めて宮原健人、鷹の目のようだ、あった強烈、膝が入りました。しかしおっと、おエルボー打ち合いが始まった。今の一発で目が覚めたのか、もう一度ヘッドバット、うわ強烈バックだ、じゃあまあ投げっぱなしですが立ち上がってみせるジェイク、あっと強烈な膝、キッチンシンク蹴りが入る、ボールはどうだ、カウントはカウント2。今日のジェフいいですね。いやいい企画ですよですね、はい、さあ押せ押せムードであります。ブレンバスター、三冠ヘビー級王者のブレンバスターです。で宮原の攻めもジェイクがちょっと隙を見せたり、ちょっと集中力を欠くとすぐこうやって返してきますよね、はい、そうですね、やっぱこの辺りがチャンピオンですよね。さすがは三冠ヘビー級王者であります宮原健人、隙を見せればその隙に乗じて攻めていく確実さを持っています三冠ヘビー級王者。さあ出た、これでどうだ、顎を砕いてカウントは、おっとよく返したカウント2、いや今のブラックアウトはもろに入ってましたけどね。ですね、よく返しました、カウントは2であります。勝負に出るようだ三冠王者
宮原健人、これ効いてそうですね。ですね。バックを取る、持ち落としてこらえるジェイク、ロープまではちょっと距離がある。あ、さあシャットダウン式に持っていくのか。まず一つ、そしてもう一つ、ここでクラッチできれば届いた。おヘッドバットですね。ヘッドバットですね。好調でなヘッドバットですね。もう一度、決まった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 、ジャイアントキリングですね。これは決まったぞ、前田ベリー王者、大金星なるか。ジェイクチャンスを迎える。ジェイクが突っ込んだ、どうだ、抑えた、カウントはどうだ、2、カウントは2、さあチャンスを迎える。惜しい、足も絡めてね、ホール取りに行ったんですけどね。これはいけるかもしれませんね。いや、これはすごいですね。さあチャンスだ、どう出るジェイク、あともう一発技が欲しい。もう一発バックドロップに行くのか、得意なバックドロップ、あーっと体を寄せる、宮原抑える、カウントはどうだ、2カウントです。後ろからブラックアウト、後ろから後頭部から迫った。いやー、ここまでジェイクがやるとはちょっとびっくりであります、ただこの宮原の反撃の速さですよね、はい、本当に ね、ここぞと見ればすぐに行く、それが三冠王者宮原健人の強めであります。ジェイクに対する声援がわずかに上回っているように聞こえる。出た、正面から突き上げるように、しかしワンダー、ワンダーがすごい、すごい、すごい、今日のジェイクはすごい、右のエルボー、エルボーの打ち合い、さあここは勝ったか、どうなんだ、どちらが勝るか、エルボーの打ち合い、赤の宮、おお、思い切って振り込むように、そしてさあ膝向き出し、パットを外して、うわー、カウンターで浴びた。さあバックを取る、ジャーマン二段式でジャーマンスープレックス、ホールドはどうだ、カウントは2、返しました、ジェイクリーであります。よく返した、一進一退であります、同門対決。さあどうだ、シャットダウンで持っていくのか、掴めれば俺のもの、一撃必殺の大技、ハクハクしましたね。さあクラッチして、どうだ、シャットダウン式のジャーマンスープレックスホールド。あ、しかし岡野さん、カバ君も勝ったという感じでしたね。いや、すごい試合でしたよ、ジェイクがね、はい、本当にね、肉薄しましたよね。ね、あわやというシーンをたびたび作りました。いや、はい、素晴らしい試合ですよ。いや、そうですよね、うん、ここまでやれるとはちょっとびっくり、一番感じているのは対戦した宮原健人かもしれませんな、ね、はい、何年か先か分かんないですけど、はい、このジェイクが三冠王者になるっていうイメージができるような試合でしたもんね。そうですね、はい、なんとなくこのイメージできたね、ファンも多かったかもしれません、それだけの試合をしてくれました、ジェイク・リー。そのジェイク